また一人。楽しそうだな。あなたは楽しくないの？愚問だ。獲物は手ごわい方がいい。行くよ。あ、はい。あ、イスズさん、待ってくださいよ。世の中悪意で満ちていると誰かが言った。くだらないことに腹を立てちゃいけない。くだらないことを気にしちゃいけない。この世の中で強いのは鈍感な人間なんだ。そう思っていると、頑張れ頑張れとどこからか私を応援する声が聞こえた。けどそれは私自身の声だった。現実ですね。ったく、世の中どうなってるんだ。ん、原付き。近い。どうした？それが…その…今の…幻惑のゲート、それより近いよ。おお、追いつけない。あんた、え、飛んで向こうに飛び移る。無理です。絶対に。この2ヶ月何やってたの？グズ、スノロ、トンマ、役立たず。惜しかったな、
ダメや、あの子。お？逃げ足が早いだけ。それくらいがちょうどいい。俺のようになる。お前も。わかってる。ならいい。くしゃくしゃになる？構わん、すべて売れ。関連企業もだ。俺の予想が外れたことがあったか？そうだ、頼んだぞ。携帯をたどったな。悪意はどこにでも転がっている。そしてその悪意の果てに身も心も変わり果てたお前たち、この俺が判決を下そう。死刑だ！逃げられん。異次元断層、影による物質消滅、漆黒のゲートから。わかっている。お前たちは俺には勝てん。エロ！未来を呼び、未来を強制的に呼び寄せる。これが眼光のゲート。どうした、クソ虫ども。長くはないか。あんたさ、最近あの子とばっかつるんでるけど、なんかあったの？あの子って？ B 組のイスズアヤネ。人をバカにしてるっていうか、なんかさ。ほんとほんと。あ、でも、ミユ、なんで急にあの子と遊ぶようになったの？え？それがね。曖昧な笑いを浮かべるのが、自分なりの処世術か。やっぱ変だよね。ねえ、それより聞いた？あれでしょ？出るって話。そうそう、シナッチも見たんだって、こないだ理科室で。ああ、私そういうのダメ。私も。ねえ、ミユは？宇宙人は信じるけど幽霊は信じないって言ってたでしょ？ねえ、ミユ。湾岸線を中心に7月7日13日。あの、何か私にできること。あの、いすずさん、私も何か手伝えること。これ戸が入ってない。うざい！さっさと家に。あ？なるほど、家か。けど、奴らを追い込むためには。あの、何か私にできること？ない。あんた邪魔なだけなの。昨日だって。今度はきっと、名誉挽回してみせますから！アイデア出るまで、どっか遊びに行ってれば？男探しでも何でもさ、プラプラ遊び歩くの。好きなんでしょ？あっ。熱い、触るな。最近、幽霊が出るって。ん？
ちの方に。そんな、追いかけなくても。インベーダーだったらどうすんのよ。それは、何？そういえば、うちのクラスの子、理科室で見たって。じゃあ、行こうか。じゃあって、やめた方がいいですよ、いつずさん。なら、待ってる？え？それも嫌です。今時これで驚くか、普通。今の一体イタチか何か。え？これ。まだ生きてた。え？いやー！いやー！触るな。あんたねー。すみません。ところでこれ、何がどうなってんですか？多分。はい？鈴さん、学校の下に、なんでこんな。私たちが生まれるずっと前、立上高校の地下には地球防衛機構イージスの極東支部があった。これはその名残。私たちの生まれるずっと前。ん？これバカ？え？たく。すいません。はあ、ん？あ、その写真拾おうとして。はあ！どうして？別に、なんとなく。はあ？UP1 号。信濃寺は今の張り道仮羽に足踏ましなん靴履け我が瀬。万葉集。え？いすずさん？靴履けって、これを使えってこと？あー、なんかすごいですね！ゲートエネルギー増幅システム。え？別名、ゲートエンジン。冗談じゃない。これ！回電波、キャッチ。それじゃ、行かないと。行くよ。別の車でね。それじゃ間に合いませんよ。せっかくなんだし、これお借りして。乗りたくない。ダメです。昨日の名誉挽回するんですから、そういう決まりなんです。決まりって、あんた運転。運転なんて、できません。さあ、行きましょう。いすずさん、早く早く。はぁ。本当に、名誉挽回すんのね。はい。シートベルト。あ、これより、
3人もいい車だけどね。所詮は10年以上前のオールドカーよ。ざまみるい。ん？どうした？すげえ速いのが来る。今の車超最新型かな。アクアライン。今までの事件の分布円、敵をロストしたポイント、それらの要素を全て重ね合わせれば、考えられる奴らの拠点はただ一つ。あ、おいでなすった。逃げ切るよ。俺もならできる。こんな時にだけどさ、さっき言ってた名誉挽回する決まりって何で？ですね、自分の中ではそう決まってるんです。みんなが楽しく過ごせるように頑張ろうって、世の中から嫌なことなくなるようにって。それに私、好奇心旺盛なんです。出口。反応。じゃあここが。これみんな？インベーダー。他の人はどこへ？全員に感染したんだ。感染？ようこそ我が新しき肉体へ。よく来たな、門番の一族よ。ヒスズさん、ナンバー S04G 機械将軍。その名で呼ばれるのも随分と久しぶりだ。ヒスズさん、携帯攻撃できると思う？え？海ホタルがインベーダーでいっぱいだとしたら、その数約数千。けど無理だって。敵を追い詰めたつもりが逆に追い詰められたか。今のお前たちはあまりにも非力すぎる。せめて一瞬で楽にしてやろう。ミスズさん、嫌なんだよね私。みんなが楽しく過ごせればって、そんな子供みたいな考え方。だから私を抱えて思いっきり飛ぶの。名誉挽回する決まりなんでしょ。わかりました。見て、空に逃れたとて同じこと。ところが、UP1 号車内の端末とリンク、遠隔操作モード、ゲートエンジン全力運転スタート。すごいですよ、いつぐさん。言ったでしょ、
嫌いだったんだよね、あの車。バカだ、バカだ、バカだ。機械の体を持つこの私が機械の運指紋に。いいんじゃない、シャレが効いてて。そうか、貴様、かつて私の顔に傷をつけたものを血毒。本当にすいませんでした。私張り切りすぎちゃって。まさか海に落ちちゃうなんて。静かですね。でもちょっと寂しいかも。これくらいがいいよ。ん？それより。あ、はい。これが宇宙人の元か。違うよ、インベーダーは伝染するの。あ？かつてインベーダーは命を持たない無機物だった。けど今は違う。え？他人の迷惑も気にしない心ない人間たちは、みんなインベーダーになる可能性を持っている。じゃあ、これ。人間だよ。将軍が消えちゃった。みんな私の思い通り。これからもっともっと消えちゃう。とっても楽しみ。そして二人は二度と交わらない平行線。過ぎてゆく夏の日々は気まぐれな夕立のごとく。もてあそばれるのは少女たちの運命か。次回、ゲートキーパーズ21、エピソード3、バンカ。